おはよう、おはよう。4月14日火曜日です。4時52分ですね。まあ早寝早くは3億の得やっぱし免疫力アップしよう思ったら早く起きて、自分でご飯作ってね、朝日を浴びて散歩する、これがまあ最高ですね。いやー、絶えずね、絶えずやっぱり優れたね、 YouTuber の動画配信を見て、自分のビデオと見比べて、やっぱりチャンネル登録の多い方はやっぱり優秀ですね。本当にライバルではないんですけど、私の好きな YouTuber を一生懸命分析して、分析することが大事ですね。謙虚に誰からでも学び取ろうという、謙虚な気持ちが大事ですね。最近ちょっとバフェット太郎さん、これ今バフェット太郎さん、ウォーレン・バフェットの息子さんからバフェット太郎さん、なかなかね、画像もしっかりして、字幕もしっかりしてですね、分かりやすくね、謙虚に教えていただけてるから、なんていうか闇がないですね、こういう方が将来伸びてくるような気がしますね、やっぱり伸びている、伸びチューバー、伸びチューバーに食らいついていくというこのジジチューバーは伸びチューバーに食らいつくと、謙虚に勉強させてもらう、賢者は愚者からでも学び取る、まあこの人は超優秀やけど、まあそういうことですね。誰からでも学び取ろうという謙虚な気持ちが大事ですね。ではまあまたいつものようにゴロ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 コ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 ロナウイルス飛んでけ。あー美味しい、美味しいね。やっぱり免疫力アップにはビタミン、ビタミン、甘夏、甘夏大好き、甘夏もういちごばかり食べて、甘夏も美味しいな。今日もスキレットはアメリカトランプさんを応援するために、アメリカ産牛肉です、アメリカ産牛肉、買った安いやつ、これだけで380円、 10% 引きやつ硬いね、アメリカな、アメリカ硬い、ダイエス、噛み切れへん私には霜降りの肉より安い硬い肉が合いまんねん、美味しい、これ見てくれ、でっかい椎茸、でっかい椎茸だけです、うまい、肉より椎茸の前どうしてやら、おいしい、南京もおいしいよ、南京もう南京見たらあかん、子供は、我が社出てきたスナックヘンド朝どれっすよ、今朝までなっとった、今朝まで、アメリカ産牛肉、やっぱしね、私らビビたるもんやけどね、ちょっとでもアメリカのお肉を買ってね、原油が下がったら原油の ETF 買うて、ちょっとでも応援してもらえね、これ以上20ドルさ、だもう15ドルだったらもう全財産ぶち込んで買おう思って、10ドルだったらもう借金してまで買おう思ってもらうね、それで私が返さないでもらうね、原油を、世界恐慌、私が、私が、私が世界恐慌、
助けようと思ってはね、このビビたるお金でたらまさらみんなで原油 ETF 買いまよ。 1株から買いますわ、1100円から何個もとたそうしますね、手数料 0.8% かかるから、あーしょうもないです。でアメリカ産牛肉で、とにかくアメリカ頑張ってもらうな、今はアメリカ頑張ってください。いただきます。うまい、うん、ああみんな自分ところの国かわいいから、メキシコは嫌や、ロシアも減産するの嫌、サウジアラビアもやけくせやってもう増産するってな、もう何やらみんなで首絞めようてんねん、あんま賢ないなと思うねんけどね、僕から見たら需要が下がってんねんから、3割も何分減産したって下がる、上がることはない、そこで増産すんねんからむちゃくちゃや、まあだけどみんな思惑があるんやろうけど、で世界恐慌起きたら笑いやでもうこれ言わんとこじゃあごちそうさまでした、また来週、明日、明後日水曜日か。